3月27日、台東区文化スポーツ奨励賞と台東区文化功績賞の表彰式が行われました。皆さんは令和5年12月に行われた第51回マーチングバンド全国大会において優れた成績を収められました。ここに台東区文化スポーツ奨励賞を贈り、その功績を称えるとともに、今後一層の活躍と広く台東区の文化の振興に寄与されることを期待しています。おめでとうございます。新しい講師の先生がいらした時に6月から吹奏楽部編成になりました。木管楽器とか新しいパートが増えたことで、さらになんか豊かなハーモニーが作れるようになったので、よかったなと思います。埼玉スーパーアリーナはとても広くて、他の学校も上手で不安になったけれど、演奏し始めたらいつもの練習の通りに演奏できて、すごく楽しかったです。もう始まる前はすごい、もう本当に緊張して、の不安がでいっぱいだったんですけど、成功させられてすごく嬉しかったです。皆さんは令和5年11月に行われた第42回全日本小学生バンドフェスティバル、および令和5年12月に行われた第51回マーチングバンド全国大会において優れた成績を収められました。ここに台東区文化功績賞を贈り、その顕著な功績を称えるとともに、今後一層の活躍と広く台東区の文化の振興に寄与されることを期待しています。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。担当の楽器は何ですか？トロンボーンです。もともとは結構トランペットとかが第一志望だったんですけど、先輩に見学の時に教えてもらった時にトロンボーンが楽しいなと思ってトロンボーンを選びました。私は楽器じゃなくてカラーガードの方をやっています。大会での印象は、みんなの心が一つになって楽しく笑顔で演奏演技ができたことです。この大会に出るまでの道のりはすごく険しかったんですけど、でも大会に出てみんなの気持ちが一つになって 100% 出せた時の達成感がすごく嬉しかったです。